今では多くの生徒さんたちに来ていただいて、今日はですね、前半子どもの演奏もさせていただいたんですけれども、10回続けるということは簡単なようで本当に大変なことです。それは私の力ではなく、生徒さんたちがそれぞれ、毎年毎年努力して少しでも上達しようと思う気持ちと、そしてこうやって来てくださるお客様に支えられての本当に10回記念だと思っております。そんなロバートさんからですね、私は芸術番長と心の中で呼んでいるんですが、最後に、なんか最近高齢になって僕の気持ちを手紙でしたためたと、直前に渡されるんですけどもね、読みづらいんですよ字が。なので、一生懸命心を込めて皆様に次に演奏しますショパンの遺作についての、お話をロバートさんに代わって私が代読させていただきます。ショパンの負担、遺作、あ、遺作、ひらがなで書いてあります。皆様にもありませんか？人生の中で失ってしまった大切な気持ち、大切な人、愛おしい時間、諦めてしまった時間。普段は封印してしまっているそれらを思い返すと、切なく切なく悲しい気持ちになります。もう二度と帰ってこない喪失感。そしてそれらは時間とともに記憶が薄まっていきます。今一度皆さんも思い出してみてください。そして正面から受け止めることができたら、最後には心の平穏が残るのでは。少し寂しい平穏が、そんな気持ちで弾いてみます。では、ロバートさん。